は薬屋の独り言見ていますでしょうか。最初は実家暮らしをしているところから始まって、薬屋の仕事しに行って自分で薬の効果試すやつでドン引きしたけど、その実証実験の帰りに薬草雑草を積んでいたら、最初のカットインの伏線回収をしていくと、誘拐はよくある話らしいから意外と冷静だったっていうね。そして呼吸で働き出すんだが、まあ独り言が多いのだ。酒飲みてとかね。他にも薬屋らしい独り言も言ってたけど、あれが一番印象が強いのだ。秘密裏に病の事件を解決しようとしたのだが、バレてしまいあぶり出されてしまうのだ。マオマオの役職で字を読める人は少なくて、真っ先に反応したのがマオマオだけでロックオンされてしまったのだ。頭はいいのに抜けてるところもあって可愛いのだ。無知のふりをしていたら、高級に来たばかりで知らないことが多くて足元を救われてしまったのだ。まあ中国なのに丁寧にひらがなで書かれているのはちょっと不思議だが、日本のアニメなんでね。でも分かりやすいようにひらがなで文を書いてるところ、薬屋の鏡なのだ。観覧の人はイケメンフィルターでマオマオを手ごまにしようとするのだが、この反応である。どうやらマオマオには色目は効かないようだ。観覧さんはよほど自信があるようで、イケメンフィルターを炸裂していくのだが、まるで逆効果なのだ。でもこのくだりが面白いのだが、マオマオからしたら最悪そうだが、視聴者からしたら大歓喜。マオマオというだけあってテンションが上がると猫耳が入るのも可愛すぎるのだ。なんてわかりやすいコマ。あとこれも衝撃的だったね。なんと美薬入りの食べ物を夜食に食べると言ってしまう始末。さすが鳳凰院鏡魔にも引けを取らないマッドサイエンティストマオマオ。酒などに耐性があると効き目がそれほどないからと人種様が食べようとするのだが、効き目がないわけじゃないので、高級にいる人のほとんどがやられてしまい破滅の危機にもなりかねないので、阻止。まあマオマオの夜食をつまみ食いしちゃったんですけど、この人は最初出てきた時の印象はヤブイシュの警戒心高いおっちゃんって感じで好印象じゃなかったんだけど、薬屋仲間で意気投合したのか、優しい近所のおっちゃんにジョブチェンジしてたんだよな。高級物語だからかおじさんの方がヒロイン気質高い気がするのだ。人種様は毛虫でも見るような目をされると興奮しちゃうらしいし、最初からこの人はヤバいと思っていたが、まさかこんなに性癖が歪んでいるキャラだったとは。まあそれもまた時代。でもたまには役立つんだよね、人種様のイケメンフィルター。マオマオだけ特別に効かないだけで、他の人からすると効果抜群なのだ。これはもうどっちがいいコマなのかわからなくなってるけど、次女を説教するマオマオはいつもと違って真剣な一面も見えてよかったのだ。マオマオは喜怒哀楽がはっきりしてていいよね。最初は何度も見下されていたのに、説教してからは一気に立場逆転してしまうというね。これが無知は罪ってことなのかな。人種様は相変わらずかまってちゃんのままだけど、リカ様の好感度は上昇成功。お妃の攻略が上手すぎるマオマオであった。お礼に遊郭のお姉さんから習った誘惑のやり方を吹き込むのだ。これでまた子供ができたらいいね。最後に炎色反応が呪いとか言ってる。クロムみたいなやつ出てきたけど、炎色反応は呪いだと言い張って事件を事故にしようとしてたって感じの話になりそうな感じはするのだ。ということで皆さんは薬屋の独り言を見てどう思ったか、よければコメントしてほしいのだ。それではご視聴ありがとうなのだ。